はい、北野です。今日はですね、ヒーラー占い師5歳でメリッサさんがインスタグラムから LINE に384人無料集客して、そして月商30万以上売り上げている秘訣について、ね、お伝えしていきたいと思いますということで、実際ですね、このメリッサさん、もともとはいろいろな、ね、スクールとかコンサルティングを受けた中で、実際に Facebook 集客であったりとか、アメブロ集客っていうのはがむしゃらに頑張っていたんですね。それでも全然稼げずに、そこからインスタ集客で、ね、徹底的に 1.2 倍に絞ることで、数ヶ月で6000フォロワーというフォロワーを達成して、月商で30万円という売り上げを実際に達成しています。この話から、占い師であったりとか、ヒーラーさん、セラピストさんであったとしてもですね、月商で30万とか50万というふうな形で、高単価でも売れるようなセラピストになるということは十分可能であるよということをまず認識していただいた上でですね、実際に SPK であったとしてもインスタでバンバン集客できる、そしてホームページ、LP、広告なしでもインスタ1本で集客可能、インスタ映え、そしてなし、そしてメリッサさんのように顔出しを実際しないアカウントでも、ね、380人集客した方に、実際にこちらがね、メリッサさんのアカウントになるんですけども、まあ、実際フォロワー数6400人ということになりまして、まあ、実際に、ね、アカウントはこういうふうなアカウントになっております。で、めちゃめちゃ別になんかデザインがおしゃれであったりとか、プロ並みの加工スキルというのは一切使ってはいないんですけど、それでもしっかりと、ね、集客できているアカウントになっておりますということで、メリッサさん何で成功したのか、基本的にはこの3つですと、まず1個目、自己紹介文での牽制、投稿の継続、プレゼントやサービスか、この3つですね。まず1個目、自己紹介文での牽制って何かっていうと、例えばインスタグラムってここにですね、まあ、プロフィール文章を書くんですね。で、ここにおいて何を書くかっていうのがまず非常に重要です。インスタグラムでフォロワー集めるときってのは基本的にまあアイコン見られて、プロフィール文見られて、ありかなしか判断されて、0コマ何秒でこのアカウントフォローしようかしまいか、お客さんを判断しています。で、基本的に 73%、4% のお客さんっていうのは基本的にインスタ見ても、あ、この人興味ないなと思ったらすぐに離脱してしまう 74% ルールというのが存在します。それがこのプロフィール文っていうのは一番重要です。特にメリッサさんの場合はできるだけ顔出しをしたくない、それで発信していきたいということなので、顔出しをせず、投稿でも顔出しをせず、基本的にプロフィールで引き付けて集客をしているということになりますと。で、実際ですね、例えばモヤモヤ女性のための未来鑑定士、カウンセラー歴13年以上、延べ5000人以上の鑑定実績というような、まあ、自分自身の何かしらの実績ですね、こういうのやっぱ発信していった方がいいと。で、実際にこれはいわゆる先生業であったりとかもそうです、コンサルタント業もそうなんだけども、まあ、そこまでですね、引いてた実績がなかったとしてもですね、例えば自分はこの物事に対して、例えば心理学について7年以上勉強してきたであったりとか、どれぐらいの研究を重ねてきたのかであったりとか、そういった自分が勉強してきた、どれぐらい自己投資してきたのかっていうその金額であったりとか、そういったものもですね、一応実績としてそれだけ投資をしてきて学んできた私が教えるこのノウハウっていう形で、ね、見せていくことができるので、しっかりとこの牽制アップ出していくというのが非常に重要になってきますということですね。いわゆる、お医者さんは白衣を着てるお医者さんから話を聞くと確かに説得力があるよねって話で、やっぱ権威ってそれが重要です。2つ目、投稿の継続性ということで、メリッサさんの場合は、まあね、投稿数すごいですね、350投稿というように、もうずっとですね、この投稿っていうのを継続していました。で、やっぱりですね、基本的に投稿数は、まあ、週5はサイトアップでやっぱ投稿してほしいなと思いまして、投稿が少ないと、やっぱお客さんに思い出してもらう回数が少なくなって、忘れられてしまうということがあるので、しっかりとこの投稿は継続をしていくということですね。3つ目はプレゼントや差別化です。基本的に LINE に誘導するときに、このプレゼントをつけて、このプレゼント欲しかったら LINE 登録してねっていう形で誘導していく形になるんですけども、こちらメリッサさんの場合、一瞬で幸せになるマニュアル PDF、ヒーリング音源3、音源をプレゼントということで、まあ、このプレゼントって結構他のヒーラーさんとかと比べても結構特殊なんですよね。で、なんか音源そのままプレゼントしてるとかって結構珍しかったりするんですよ。で、まあ、こういったね、何か独自性のあるプレゼントはないかなっていうのは、まずやっぱライバルのね、プレゼントをリサーチしてみた中で、ここのポジションだったらね、自分だったらこの強みを発揮できるなだったりとか、自分にしか渡せないプレゼントだなっていうところで、まあ、見つけていくっていう形がいいかなと思うんですけど、このプレゼントで差別化をできているところがね、まあ、メリッサさんが大きく集客できたまずポイント一つかなというふうに思います。で、あとはですね、タイトルの付け方に関してはですね、まあ、率直に申し上げるともっと改善できるなというところがありますので、まあ、実際にインスタグラムのタイトルでどういうふうにすればね、反応が2倍3倍上げていけるのかっていうのはですね、この動画のコメント欄と概要欄にね、動画貼っておりますので、ぜひそちらね、続きチェックしてみていただいて、後半の取れるインスタのタイトルの付け方っていうのを学んでみていただければと思います。ということで、今日の動画少しでも参考になった方は、いいねボタン、チャンネル登録、また下の概要欄から LINE 登録いただいて、プレゼントも受けてください。さあね、今日の動画最後までご視聴いただきありがとうございました。